ガソリン、ガソリン、ガスリン、ペトロ、米、ガソリンとは、石油製品の一種で、沸点が、摂取30度から220度の範囲にある、石油製品、及び、中間製品の総称。この名称は、ガスと、アルコールやフェノール類の設備時であるオルト、不法は炭化水素の設備時であるイネに由来する。ガソリンは、代表的な液体燃料である。米国では、 ガスと呼ばれることが多く、日本で自動車の燃料切れを意味する、ガス欠はこれに由来する。常温で揮発性が高いため、日本の法令などでは揮発油と呼ばれる場合がある。ガソリンは常温において、無色透明の液体で揮発性が高く周期を放つ。主成分は炭素と水素が結びついた炭素数4から10の炭化水素の混合物で、 密度は一般に7 8 3キログラムマイメートルである。硫黄や窒化物などの不純物が含まれているが、製品にする際は脱流などの工程により、大部分が取り除かれる。因果点は低接し40度以下で、常温でも火を近づければ燃焼する。揮発したガソリンは空気より重いため、床面、または地面など低いところに沿って広がる。 また前述のように室温であっても容易に揮発し場合によっては爆発的に引火する静電気程度のわずかな火種であっても爆発することがあり実際にそれによる爆発事故も発生している例古や立てこもり放火事件このため交通事故などでガソリンエンジン車のエンジンルームや燃料タンクなどを損傷した場合は消防隊員や警察官 自動車整備士等が許可した場合を除き、絶対にエンジンを再始動したり、ハザードランプや発煙灯を使用してはならない。衝突事故に伴う車両火災を防止する観点から、バッテリーや配電板、電気配線を潰れやすい位置に配置したり、エンジンの制御プログラムに緊急停止機能を実装することで、衝突と同時にエンジンを停止させられるような構造になっている車種ある。 ガソリンは高度な石油化学工業製品であり、ガソリンの生産には高度な技術と大規模な石油化学工場が必要となる。このため、ほとんどの産油国では原油を輸出し、ガソリンを輸入している。ガソリンのうち、低沸点、摂取30から120度程度のものは、溶剤や、染み抜きなどに用いられる。衣類などの使用性の汚れを取るための溶剤としても使われる。 日本では、ベンジンと呼ばれる。日本では、消防法、第2条第7項に定義される、危険物に該当し、第4類危険物の第1国由類に分類される。政令や火災予防に関する市町村の条例によって、危険物の取り扱いには、規制が設けられている。また、労働安全衛生法施行令の別表第6の2、において、有機溶剤に掲げられている。 燃料としてガソリンエンジンや携帯用コンロなどに使われる。自動車工学などでは火花点火機関用燃料に位置付けられる。一般的にどの国でも軽油、灯油との区別、識別のために着色されており、日本ではオレンジ色に着色するよう定められている。完全に燃焼することで二酸化炭素、COO と水、ホになるが、 不完全燃焼を起こすと一酸化炭素や炭素が多くなる。理論上、ガソリン1ムの燃焼には空気1 4 7ムが必要である。この比率は理論空燃比とも呼ばれ、今日の各種の排ガス規制をクリアするために、来年期間メーカーは様々な対策をエンジンに施し、この理論空燃比に近づけるようにしている。なお、ナフサを直ドメガソリン。 蘇生ガソリンと呼び、ナフサを接触改質して、方向属を高めたものを改質ガソリンと呼ぶ。重質の石油止め分を接触分解、または熱分解で分解して製造したガソリンや、エチンプラントでのナフサ熱分解によって得られる。液体生成物は分解ガソリンと呼ばれ、分離生成して、方向属炭化水素等の石油化学製品となる。一般には、 ガソリンスタンドで販売される。冬の低温の中でもエンジンが始動し、夏の暑さでもパーコレーションを起こさず、また、腐食性などがないことが要求される。時折、軽油や灯油を求められて、ガソリンを販売してしまう、あるいは、その逆のご給油のトラブルが発生する。日本の小観光では、重量でなく、体積を単位として取引される。 このため、猛暑で在庫ガソリンの体積が膨張すると、収益面で売り手が有利になる、寒冷期は逆。ヨーロッパ規格では、N228、アメリカ合衆国では、アメリカ材料主権協会の ASTMD439 で基準が設けられている。日本工業規格では、JISK2202 によって規格化されている。鉛の含有量が、 一定基準以下のガソリンを無塩ガソリン、その基準を満たさないものあり鉛ガソリンという。古くは、ノッキング防止と同弁形部品の原場剤として、テトラエチル鉛を添加した有鉛ガソリンが、自動車用ガソリンとして使われていた。鉛の毒性を理由とする無塩化の動きにより、規制された。日本では1987年までに、完全無塩化され、 高度を走る自動車のガソリンはすべて無塩ガソリンになっている。ヨーロッパ企画 N228 では2000年以降ガソリンの鉛最大含有量は 5mgL とされ、その基準を満たさないガソリン、有鉛ガソリンの販売は禁止されている。また、ガソリンに含有するベンゼンの有害性から無塩ガソリンではベンゼンの上限値も設けられるようになった。日本国内で 市販自動車用ガソリンとして低ベンゼン製品の販売を最初に開始したのは、イデミツコで、その後、他社も追随するようになった。2000年からは、ベンゼン含有量1容量パーセント以下の製品が、集荷されてきている。ヨーロッパ企画、N228 では、ベンゼンの上限値は1ボリュームパーセント、体積比とされている。ヨーロッパ企画、N228 では、 アンチノック製の加減値95、85、ルーマニアルウ、門の基準を満たすガソリンをプレミアムガソリンとしてレギュラーガソリンと区別している。さらにアンチノック製の加減値が98、88、ルーマニアルウ、門の基準を上回るものはスーパープラスという。日本ではアンチノック製が大きい高億単価ガソリンはハイオクと呼ばれ。 レギュラーガソリンは単にガソリンまたはレギュラーなどと呼ばれている。環境特性の強化からエタノールを混合したガソリンのことをガスホール、ガソリンアルコールの造語と呼ぶ。また、二酸化炭素の排出量削減のため植物由来のバイオエタノールとイソブテンを反応させたエチルダーシャリーブチルエーテルを一般のガソリンに対して1から3%混合させた。 バイオガソリンも2007年4月27日より、東京圏のガソリン単土で販売されている。植物は、大気中の二酸化炭素を吸収しており、その植物原料からの燃料ならば、燃焼させて二酸化炭素に変わっても二酸化炭素の絶対量は増えないと考えられている。カボンニュートラルも参照が、エチルターとブチルエーテル、エトブは、毒性が高いというデータがある。ゴムや、 プラスチックなどの部品を腐食する可能性があり、発言性物質である NOX をより多く排出するともされ、根本的な解決には至っていない。近年は電気自動車や燃料電池車を環境負担の解決と考え、自動車メーカーは開発にしのぎを削っている。また、プラグインハイブリッドカーも一定の効果はあるとされている。航空用ガソリンとは、 ガソリンエンジンを動力とする、航空機向けに、以下の条件が備わった、アルキル鉛などで火炎されている有鉛ガソリンである。ゆえに、無塩ガソリン仕様の自動車やオートバイには使用できない。有鉛ガソリンを無塩ガソリン仕様のエンジンに、使用すると健康被害や、環境汚染の原因となるだけでなく、バルブや、バルブシートの損傷、点火プラグの汚損、触媒の破損など、 故障の原因となる。一部の国を除き自動車用ガソリンには、添加が禁止されている。添加用のアルキル鉛は、テトラエチル鉛、CHPB が最もよく用いられるが、他にも、性質の近いンメチル鉛、CHPB や、メチルエチル鉛なども使用される。これらはすべて強い毒性を持ち、テトラエチル鉛は、毒撃法の特定毒物に指定されている。 呼吸だけでなく、皮膚からも容易に吸収され、体内に蓄積されやすい。多く、体内に取り込まれると鉛中毒を起こす。日本で入手できる航空用ガソリンの億単価は、最大でも100億単であり、自動車用として販売されている無塩廃屋と同じである。航空ガソリンの規格には次のようなものがある。第二次世界大戦には、 圧縮率の高いレシプロエンジンを駆動するため、億単価の高いガソリンが必要となり、枝分かれの多い士官式炭化水素により億単価を上げる提案がされた。これらの原料として、工面を製造するためのプラントが建設された。日本では航空用ガソリンが給油できる、飛行場が減少し価格が上昇していることから、より安価で給油できる場所が、 o j e t a 1が使えるを販売するメーカーなどの製品と交換する事業者もある。ジェット燃料を使用しても操縦資格はガソリンと同じピストンである。アリソン250はターボシャフト、ターボプロップエンジンであるが代用として航空ガソリン1に対しジェット燃料2の混合燃料、緊急時には無塩ガソリンも使用可能である。 整備が必要となる。塗料、洗浄、油脂抽出、ドライクリーニングなど燃料以外の用途に用いられるガソリンである。日本工業規格では、実二2201によって次の5種類に分類される。これらは、因果点や上流正常によって分類されている。例えば、一号は、処理温度摂取三十度以上、終点摂取百五十度以下のものを、号は、 処理温度摂氏150度以上、終点摂氏210度以上で、輪化点が摂氏38度以上のものを言う。ガソリンは長期間の保管により劣化したり、不純物が混入したりといった品質の低下が発生する場合がある。長期間の放置や極端な温度条件下での保管により、成分が変質して劣化する場合があり、俗にガソリンが腐るとも言われる。 ガソリンにはアルケンが含まれており、空気中の酸素と徐々に化学反応、酸化することで、擬酸や酢酸に変化し、独特の刺激臭を放つようになる。これらの酸は、金属製の容器や、機器の部品を腐食する場合がある。あるいは、揮発しやすい成分だけが抜けて、流動性が悪く粘着質のワニスやガム質と呼ばれる、残砂が残り、ガソリン流路を詰まらせる場合がある。 キャブレターでは燃料チャンバーにガソリンを一時的に貯めておく構造となっていて長期間にわたってエンジンを運転しなかった場合は燃料チャンバーに残ったガソリンが変質することがある。キャブレターの構成部品の一つであるジェットは真鍮で作られている場合が多く、6章が発生してジェットが詰まり適切な空燃費で混合儀を形成できなくなる場合がある。また、 燃料チャンバーは内部を大気圧に保つために密閉されていないため、揮発成分が発散しやすい。特に、自然硫化式燃料タンクと組み合わされている、オートバイなどで燃料コックを開いたままにすると、蒸発した分だけ燃料タンクからガソリンが送られて、残差が溜まっていく。燃料チャンバーに溜まった残差はジェットを詰まらせたり、フロートの動きを固着させる場合がある。 燃料タンクの蓋が不完全な場合は不純物が混入する場合がある。特に水分は次口から水滴として侵入する場合の他にもタンク内で結露が発生することでタンクに溜まる。水はガソリンより重くガソリンと混ざらないのでタンクの底部に溜まって金属製のタンクを腐食させる場合がある。混入した水分が少量であればイソプロピルアルコール IPA を 主成分とした水抜き剤でガソリンと通話させてタンクから除去することが可能である。ガソリン税とは正式には規発油税及び地方規発油税のこと。これらの税額は地方規発油税は当分の間ガソリン1キロリットルあたり5,200円、規発油税は1キロリットルあたり24,300円であるが、規発油税については租税特別措置法の規定により。 売学され、1キロリットル当たり48,600円となっている。なお、同法、租税特別措置法は、ガソリン国会中の2008年4月1日から、同年4月30日の間、一時的に執行された。また、沖縄県については、沖縄の復帰に伴う、特別措置に関する法律、昭和46年法律129号、沖縄の復帰に伴う、 国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令、昭和47年政令第151号に基づき、既発油税は42,277円となっている。2010年2月現在、この2つを合わせた1リットルあたり53.8円がガソリン税となる。なお、ガソリンの小売価格は、ガソリン本体価格とガソリン税相当額の合計に、 消費税が課された金額であり、伝票にも、内ガソリン税53.8と記載されることから、ガソリン税に、さらに消費税を課しているように見えるため、二重課税で、あるとされることがあるが、ガソリン税は販売者が負担するものであり、納税義務者が異なるため二重課税ではない。一方、軽油の小売価格については、軽油本体価格にのみ、消費税が課せられるが、これは、 小売価格に含まれる、軽油引取税が、既発油税とは異なり、その名の通り引取について課せられる税金であり、納税義務者が消費者であるため、その金額に納税義務者が同じく消費者である、消費税を課すると、二重課税になってしまうからである。航空ガソリンの税金は、購入時には、消費税のみ支払い、航空記念料税は後日申告の上納付する。 仕組みをとっている。なお、航空機燃料税の税率は、揮発油税より高いが、租税特別措置法、2倍掛けが適用されていないので、実質的には安価なものとなっている。航空機への給油時には、必ず4枚1組の免税用紙を用意して、航空機へ給油したことを証明することになっている。証明できない場合には、別途揮発油税と、地方揮発油税を請求される。 自動車用ガソリンの方が安価な国もあるため、一部の航空機エンジンには自動車用ガソリン、廃屋対応を謳っているモデルが存在する。総務省小売物価統計調査より楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。